ジェフ・ベックグループ。ジェフ・ベックグループは、イングランド出身のロックバンド。A ギタリストジェフ・ベックが、リーダーバンドとして結成。活動時期によって二つの期に分かれ、無名時代のロッド・スチュワート、ロンウッド、コージー・パウエルらが在籍したことでも知られる。ヘビなブルースロックのスタイルが、ハードロックの形成に、多大な影響を与えた。第1期。 ジェフ・ベックグループは1967年前半にロンドンで結成され、ギターにジェフ・ベック、ボーカルがロッド・スチュワート、リズムギターにロニー・ウッド、ベースとドラムスは定期的に交代していた。初期のベーシストはジェット・ハリスとデイブ・アンブローズ、ドラムスはクレム・カッティーニとビブ・プリンスが務めた。ラインナップは数ヶ月にわたって交代を繰り返し、 ドラムスは結局エインズレイダンバーに決定、ロンウッドがベースを担当することになった。このメンバーで1967年に国内のクラブツアーを行い、何度か BBC ラジオに出演している。ベックは個人マネージメントをミッキー・モストと契約していたが、モストはグループには興味を持たず、ソロアーティストとしてのベックにしか関心がなかった。同年にバンドはヨーロッパで3枚、 アメリカで2枚のシングルをリリースし、ハイホ・シルバーライニングは、イギリスのシングルチャートで14位を獲得した。B 面は、インストゥルメンタル、ベックス・ボレロで、数ヶ月前に録音されたものであった。このセッションのラインナップは、ジミー・ページが、リズムギター、ジョン・ポール・ジョーンズが、ベース、キース・ムーンが、ドラムス、ニッキー・ホプキンスが、ピアノというものであった。バンドは、ベックの趣向にあった。 ブルース曲を十分演奏できずに、フラストレーションが高まり、ドラムスのダンバーが離脱、あるステージでは変わって、ロイ・クックがドラムを担当した。その後スチュワートが、以前のバンド、スチームパケットでドラムを担当していた、ミック・ウォーラーを推薦する。ウォーラーは1968年から、翌年前半まで在籍し、バンドで最も長くドラムを担当した。当時のロードマネージャー、 ピーター・グラントはニューボードビルバンドと以前にアメリカツアーを行ったことがあり、新たなコンサートと FM 曲中心に AOR をオンエアさせる式を意識していた。ヒットシングルをリリースせずにバンドを売り出すことは今や可能であった。グラントはアメリカ市場にベックのバンドが理想的であると考え、モストからベックの契約を何度か買い取ろうとしていたが、モストはこれを拒否していた。 1968年初めにバンドは解散の危機に陥るが、グラントは何とか解散しないようメンバーに納得せ、彼らのために短期のアメリカツアーを準備した。ベックはこのツアーに関して、僕たちは文字通りそれぞれ衣装を最低1回しか買えなかった。と語っている。ツアーの開始はニューヨークでフィルモア・インストでグレートフルデッドの前座として4回のコンサートを、 行った。そのコンサートは好評をもって迎えられ、ニューヨークタイムズ紙のロバート・シェルトンは、ジェフ・ベックグループはデビューコンサートで声援を受けたとの記事を掲載した。イギリスのポップシンガーたちがフィルモア・イーストの聴衆を喜ばせ、ベックと彼のグループはグレートフルデッドをしのいだと報じた。ボストンティーパーティーでのコンサートのレビューはニューヨークと同じくらいかそれ以上であった。彼が 最後の曲を始めるまでに、ファンはビートルズが街について、以来、同様のことが見られなかったほど、大混乱の状態にあった。彼らが、サンフランシスコのフィルモアイストでツアーを終えるときまでに、グラントは彼らのためにエピックレコードと、新しいアルバムの契約を締結した。バンドは直ちに、イギリスに帰国し、トゥルースを録音した。トゥルースは、 アメリカのアルバムチャートで15位を記録する。2週間で全曲を録音し、翌月にオーバーダブが加えられた。当時ミッキー・モストは他のプロジェクトで忙しく、ケン・スコットが派遣され、スタジオで彼らの当時のライブでのレパーリーが録音された。ベックのアンプは出力が肩だったため、クローゼットの中に入れられて録音が行われた。このセッションにはジョン・ポール・ジョーンズが ハモンドオルガン、キース・ムーンが、ドラムス、ニッキー・ホープキンスが、ピアノで参加した。バンドは、トゥルースのプロモーションのため、アメリカに戻りツアーを開始した。ジェフの昔からのファンであったジミヘンドリックスは彼らのツアーが終了した後、カフェ・ホアでジャムセッションを行っている。バンドは1968年12月に3回目のツアーを開始。このツアーには、 ニッキー・ホップキンスも参加した。ホップキンスは健康問題を抱えていたが、ライブ演奏を行いたいとの希望で参加を決定し、彼はレッド・ツェッペリンからもより多くの報酬で参加を誘われていたが、ベックの誘いに応じた。後にホップキンスは、私たちはロック史上最も偉大なバンドの一つを失った。と嘆いている。彼は自分の意思でツアーに参加したが、 ツアーの後半は病気のため短縮された。そして、ベックは4回目のツアー、1969年2月のアメリカツアーを延期した。これはまた、彼らが発表すべき新しいマテリアルを持ち合わせていなかったことも原因であった。新曲が作られ、ミック・ウォーラーに代わって、トニー・ニューマンが加入、ロン・ウッドが解雇されたがすぐに、また加入した。トゥルースが成功したことで、 ミッキー・モストは新たな意欲を起こし、バンドはベック・オーラをデレーン・リー・スタジオ録音した。このアルバムにはマーティン・バーチがエンジニアとして参加している。シングル・プリンスがリリースされ、バンドはどの番の3曲にバッキングとして参加した。そのうち2曲はシングル・バラバジャガとして発表された。1969年5月にバンドは 第4回アメリカツアーを開始、今回はニッキー・ホープキンスが正式メンバーとしてフル参加した。ツアーは順調に進み、ベック・オラも好意的に受け取られ、ビルボートのチャートで15位を記録した。しかしながら、このゴロバンド内での乱闘騒ぎが伝えられている。ロッド・スチュワートは自身のファーストアルバム、アン・オールド・レーント・ウォンとエヴァーレット・ユーダウンを マーキュリーレコードからリリースした。その後、同年7月に最後のツアーとなった第5回アメリカツアーを短期間行っている。このツアーは東海岸で行われ、フィルモアイーストやニューポートジャズフェスティバルでも演奏している。ベックはウッドストックフェスティバルの前日にバンドを解散させが、フェスティバル参加予定だったものを解散したことに対して後に後悔を述べている。 1970年後半にベックはボーカリストにアレックス・リガートウとキーボードにマックス・ミドルトンドラムにコージー・パウェルベースにクライブ・チャーマンというラインプでグループを再結成する1971年6月 CBS と契約を交わし新たなシンガーを探すロンドンのロニー・スコッツ・ジャズ・クラブでボブ・テンチが自らのバンド ガスと共に歌う姿を見たベックは彼をボーカリスト兼ギタリストとして自らのバンドに加入させた。天地は新しい歌詞を書くのとアルバムラフレディにボーカルを加えるため数週間が与えられ、ベックが他のメンバーと以前に録音したトラックのミキシングは中断さた。アルバムは同年7月に完成し、彼らはフィンランド、オランダ、スイス、 ドイツでツアーを行った。ラフレディは10月25日にイギリスでリリースされ、アメリカでは1972年2月にリリースされた。続いて16日間のアメリカにおけるプロモーションツアーが行われた。同作は結局アルバムチャートで46位を記録した。1972年1月にバンドはベックに交流するため、テネシー州メンフィスの TMI スタジオに向かった。 ここで彼らはジェフ・ベックグループを録音する。プロデューサーはスティーブ・クロッパー。ジェフ・ベックグループは同年6月9日にイギリスでリリース、続いてプロモーションツアーが行われ、その間の6月29日には BBC ラジオ1のインコンサートに出演した。このセッションで演奏した Definitely Maybe ではボブ・テンチがギターを演奏しており、これは 天地がベックと共にイニターを演奏した数少ない例である。同年7月24日、ジェフ・ベックグループは公式に解散し、ベックのマネージメントは次のような声明を発表した。様々なメンバーの音楽スタイルの要有は個々のミュージシャンにとってうまくいっているが、彼らはそれが彼らがもともと求めた協力で新しい音楽スタイルの創造に通じたと感じなかった。直後に、 ジェフベックは、かねてから熱望していた、キューバニラ、ファジのメンバーとハードロックバンド、ベックボカートアピス結成に向かった。前期第1期、第2期、スタジオアルバム、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。